ば1キロボリュームっていうと、こことこの両端をテスターで測ると1キロあるんですね。で500キロのボリュームっていうと、ここと両端測るとやっぱり500キロあります。で真ん中に繋がっちゃうところがあって、ここがブラシがこうついてて、こういうふうに変わるんです。そうするとこことここを繋がってる時は、こことここのそのまま信号が入るので抵抗はゼロ。でもこっからこっちはやっぱりその抵抗丸っと500キロだったら500キロ残ってるわけですね。でそれがこうやってずれていくと、半分ぐらいの時にやっぱり半分半分になる抵抗が、なんとなく信号の流れを見ていただければ分かると思うんですけども、でこの2連ポットの片一方のところをここをカットしてるんです。カッターの先で抵抗体を傷つけてカットするわけ。そうするとピックアップから入った信号はここに入りますよね。でこの真ん中のブラシを通って出ていくんですけども、ブラシを通って出ていくまでにこの道のりが抵抗になってるわけですよ。でもヤマハのその2連ボリュームの片一方はここで切ってあるので、全開にした時にこっち側の抵抗が無視できる、繋がってないんです。ということはここに入ったのがそのまますぐボッて出ちゃう。でもちょっとここで一つ疑問があってですね、これ切れてる時にこっからここをブラシ動かした時に一瞬音切れないの、はいはい、と思いますよね、うんうん、それを解決するために2段にしてるんです。もう一個の方も通してあるんです。でここの切ってあるところを通るときには下の方の抵抗を幾分持って出ていくので音切れが気にならないんです。実際切れてるんです。ああ、はいはい、ものすごく理にかんで、それを図に書くとこういうふうになるんですね。で実際に昔の文献探って自分の持ってる2連ボリュームをばらしてカッターで傷つけてつけてみたら、うん、これが、うん、さっきあのギターあれで、うんうん、何にも繋がなかった時の音、ものすごいトレブリだったでしょ、はいはいはい、まさにあの音なんですよ。ああ、なるほどなるほど。あれって、うん、いちいちあの音を出したいからってトーンを外さなきゃいけない手間があるじゃないですか、うんうんはいはい、ところがこっちは、うんうん、ボリューム全開にするだけで、うんうん、あの通らないと。なるほどなるほど、バイパス的な。すごいあのもう俺のギター抜け悪いんだよなとか、うんうん、なんかこう、と全然する分が足りないなっていう時に、うん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 、トーンうんぬんとか、まあ、今回のこコンデンサーの方が否定しちゃいますけど、メインイベントですよね。ものすごい効果があるんですね、うん、歪ませて、うんうん、オーバードライブかけたりクランチ気味でやった時の音の抜けはちょっと音量もアップしてますんで、うんうん、ですよね。ものすごくいい回路だと思います、うん、両方やるとさらに大きさが広がるですよね。倍になる。ものすごくあのトレブリーな、うんうん、でもよく考えるとそのトレブリーな音っていうのは本来のピックアップの出力そのまんまなんですよ。全然ロスしてるところがないので、あのすごく本来はこういう音なんだ。で結局それにつながってるボリュームとかコンデンサーとかあのジャックの部分の接点とかそういったものでどんだけロスしてるかっていうのがすごくよく分かると思います。 80% ぐらいロスしてると思いますね。 80%? うん、聴感上ね。配線方法も実はその部品だけではなくて58年のレスポールの配線、実際に今あのカスタムショップとかヒストリックとかありますよね。あれはやっとヒストリックを作る1994年だったかな、あそこら辺の年代からギブソンがやっとちょっと気をつけるようになったところで、ピックアップからまずあのボリュームいきますよね。ボリュームからそこでピックアップからいったやつを分岐してコンデンサーがトーンに入ってるんです。これがオールド のレスポールと同じ配線です。ところが80っていうレスポールあるんですけども、80年に作ったやつの、うんうん、あれ以前のレスポールはこういう配線でした。ピックアップからボリュームに入ってそれをケーブルでトーンに行って、うん、トーンのあの抵抗を通った後のコンデンサーの、あのケーブル通ってここの中のワイヤーブラシを通って、うん、コンデンサーを通ってグラウンドに落ちる、うん、
でこれ、理屈で言うと同じなんですけども、うん、このやり方でまた音が激変するんですよ。どのように。確かにこっちの方が音が柔らかくて色つやのある、うんうん、こっちはものすごくタイトな音なんですね。70年代75年までハンバッカー作ってましたから、まあ、その後もそうですけども、このやり方だとこっちのボリュームとこっちのトーンの、抵抗分が若干多分こっちよりも多いんだと思います、うんうんうん、ロスる部分が多いのかそれとも落ちきらないであれなのかはそれはよく分かりませんけども、うんうん、確かにこのつなぐやり方理屈同じでも全然音が違うということ。やっぱ流行りの音楽に合わせてそういう風に開発してるんですか。いや単純に手間だと思います。手間、うん、サウンドは結果ですか。そうです。あ90年かな、ギブソンでビル・ローレンスにピックアップを作らせたことがあるのをご存知なかったかもしれません。ハンバッカーのピックアップの裏側を見ると、うんうん、基板がベタってくっついてるピックアップありますね。 あれも結局、うんうん、その当時ギブソンがコストをとにかく下げなきゃいけないんです、うん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 、で今までのその溶白銀を使ったベースに磁石を乗っけてってそういうやつよりももっと簡単に作れるやつないの、うんうん、じゃあこれはどうだっつって提唱したのがビル・ローレンスが基板にピンを刺して、うん、そこにあのコイルをつないで、うん、物を乗っける風にしてやって作ったやつが一時、うんうん、出回ったんですよ。すごく、ね、コスト下げる意味では成功したかもしれないですけども あれでより皆さん離れちゃう。ギブソン離れが進んだというね。それは 80年代の多分後半ですね。ニューパフっていうのが出たのが確か僕の曲って80につけるのに、うんうん、ニューパフっていうのを使って作ったんですよ、うん、その80の後に、うん、確かね59ヴィンテージっていうスポールのより完璧にやろうっつったやつが作って、うん、その後何年か経ってからヒスコレが始まってるんですよ。あの国産 の、うん、あのソニック先ほど出ました、うんうんうん、とかいろんなところでもクライオジェニックっていうあの氷点下百何十度まで冷やしたところの部品を売ってるところなんかでも、うん、回路で作ってますけども実際にあのハイパスボリュームのボリュームをちょっと下げた時に高音がちょっとこうこもってしまうっていうのを防止するためというかなんですが、ほとんどのメーカー見ると、うん、ボリュームに入ってこことここのブラシのところに、うん、コンデンサーちっちゃい値のやつをつなげてるだけなんですね。あでまず一つ目はこのコンデンサーの値を変えると、うん、ハイパスする音の周波数帯を変えることができるので、うん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 、よりこうあの高音残したいとか、うんうんうん、ここまで派手に残らなくていいんだけどなっていうのは、うんうん、この値を変えるとまず変えることができる、うんうん、でさらにそれをやった時にですね、うん、ボリュームが変化してしまうあれが多いので大きいんです、うん、ものすごくハイパスするんですけどもなんかこう不自然なボリュームカーブになってしまう。あ急にちっちゃくなる。いやのあそうですね急にちっちゃくなっちゃう。微調節が難しくなるんですよね。そうなんです、はいはいはい、うん、でそれを防止するネタっていうのはどこも採用してないんですよ。へ簡単なことなんですこれって、うん、あのここに一つ、うんコンデンサをやるっていうのは一時フィルターって言って、うん、簡単にこういうふうに、まあ、1オクターブで6デシベルぐらいこう下がってしまうようなカーブなんですけども、うんうん、それを二次フィルターにするだけでつまりもう一つ部品を足せばいい、うんうん、でこういうふうにコンデンサーと一緒に抵抗を一つ払ってあげれば、うん、ボリュームを落とした時にこういうふうになるので超過調ものすごく、うんうんうん、ちょっとボリュームゼロからちょっと上げただけでも、うんうん、こうまま、あ、出てきた、うんこっちのやり方だと、うん、ちょっと3分の1ぐらい上げないと高が出てこない、うんまあ、確かに高が残ってるけども、うん、ものすごくフィューンってしてしまう、うん、フィューンって上がるにはこれをやればいいです。500キロのボリュームポットを使ったところに1000ピコぐらいのコンデンサをかまして同時にここに100キロの固定抵抗をパラッてあげればものすごくこういう風な感じ自然なカーブに、まあ、見た感じ自然じゃないです。こっちも自然に見えますけども、聴感上はものすごく滑らかに変わってるようにできる。難しい。そうやってないんですよこれ。めんどくさいから。ファイルだと、はい、ファンスペースがダメになっちゃうんですよ。あ、そうです。インピーダンスの変化は、あのとにかく特にああいうファズ系のやつは入力インピーダンスと入力レベルで思いっきりあの歪み方が増減が激しいので。
あ、まあ、直の人はおすすめって意味ですね。直、あの、あ、ちょっとパズフェイスを使わない人はあれがいいけど、パズフェイス使う人はダメ。ものすごくね、パズってね、うん、品質が少ないエフェクターのくせにね、うん、ものすごく難しいエフェクターなの。パズフェイスってあの丸いやつですか。そうです。あー、UFO みたいな。あれはいいですよ。あの、うん、ビッグマフはいいんですよ。あれはディストショーなので、うん、ほぼ。うんうん、でもパズフェイスみたいにトランジスタ2個だけ使って、うんうん、あの入ってきたインピダンスによるあの、うんうん、増幅で、うんうん、あのブワーっていう膨らんだ感じを出したりとかっていうのはものすごく面倒くさいですよ、うん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 、でそれこそ音で良くなるんだなって聞いて、うんうん、一面のポットを使ったりとか、うんうん、テレキャスでありますよね。そういったのをやってる、やると余計あれっていう風になっちゃうことが、うんけど、パズ使うような人だったらフルテンなんじゃないですか。いや、違うんです。そうでもないですね。パズはボリュームをコントロールして歪みを作る、うん、なるほどね、まあ、時代的にも。そう、そうすると、まあ、うん、フェンダーの無改造 の、うん、あのボリューム250キロのポットを使ってそれをいじってコントロールするっていうのが、うん、まあ、うん、トラディショナルっていうか正統派の使い方っていうことですよね。私、レズリンウエストとか大好きなんですけど、あの辺の人は使ってそんな感じなのかな。地面だよね。そうそう、使い方のボリューム絞ったらクリーンになるから、うん、そうそう、うん、そう、あー、なるほど。ボリューム絞ってクリーンにならなきゃダメなんですよ、うん、あ、なるほどなるほど。もう小さくてもでかくてもジー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 言ってるのは、うんうん、あれはファズではないです。あうん、コントロールできないんだもんだってもうハウリングしちゃったらボリューム0か110かってそんなのダメでしょ、うん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 。こうあのまあ、僕の好きなギタリストにあのドッケンっていうバンドのジョージ・リンチっていう方がいるんですが、あの人のギターはフロントピックアップがシングルコイル、リアがハンバッカーなんですね、うんうんうん、でシングルコイルしかもフロント、うん、っていうふうに思ったんですけども、はいはい、ヘンドリックスいわゆる地面の音が欲しくてつけて、うん、ちょっとヘンドリックスっぽい色ツヤのあるあのいわゆる自分でヘンドリックストーンって言ってますけども、うん、あのファズっぽい感じの、うんまあ、ファズフェイスとか、うん、あそこら辺にボリュームされたりカサカサカサってアタックの音だけカサってきて、うん、あとはクリーンで音が伸びるっていうのを欲しくてバサバサつけた。それ以外は全部フルテンのリア、あ、はいはい、まあ、理にかなってるというか、あの人のスタイルに合ってる。地味変トーンしたいときはフロントにしてるってことですね。そうです、フロントのピックアップを使ってしかもボリュームコントロール、あー、はいはいはい、必須ですよ。次に変わり種を一つ紹介します、はい。ハンバッカーピックアップをタップスイッチじゃなくてトーンコントロールでシングルコイルにする方法。いわゆるトーンって皆さん使ってます、うん、実際、うん、あ使うんですか、すみません、僕は使ったことなくてそのジャンルにやるとそう こだわってこういいものっていいものっていうふうに使ってるくせに、うん、あの10以外に前回以外したことないですよユディ君はていうかもう弾いてる最中に10になってるか不安でこうついつい触ってしまうんですよね。ジャズマンは使うそうです。ああ、そうですか。そうでしょ、ジャズマンじゃあですね、そのジャズメンの方にももう一つ、あのピックアップ通常だとボリュームで、うんうんでね、まあ、音量コントロールしますよね、うんうんうん、でシングル工事した時にあのコン・ツヨシ先生がタップスイッチを使用するという、まあトーンも使ってますけどね、あの人はね、うんうんうん、タイプについてるボリュームとか全部使うんですけども、うんうんうん、これを使えばトーンは、うんうん、あの聞かなくなる代わりに、うん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 、トーンを絞るとシングルコイル、上げると前回のハンバーグ。